村雨。村雨は日本海軍の駆逐艦。白露型の三番艦である。村雨型という表記も使われたことがある。艦名は村雨に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、春雨型駆逐艦、村雨に続き二代目にあたる。戦後、海上自衛隊の護衛艦として初代、村雨と二代、村雨が収益した。 1933年、昭和8年12月15日、村雨と命名。第67号駆逐艦村雨は、藤永伝造戦所で1934年、昭和9年2月1日に寄港し、1935年、昭和10年6月20日に浸水した。当時は初春型駆逐艦の最新鋭艦として、紹介されたこともあった。1937年、 昭和12年1月7日、浦賀の3番艦村雨と佐世保の4番艦夕立は、同日府で春行した。1940年、昭和15年10月11日、第二区畜体、村雨、夕立、春雨、サミダレは、紀元2600年記念行事に伴う、観館式に参加。第二列、長戸、道の区、伊勢、摂津、両風、甲風、村雨、 春雨、夕立、さみだれ、さざなみ、あやなみ、うらな波、初雪、白雪、吹雪に配置されていた。十一月、第二艦隊、第四水雷戦隊に編入され、太平洋戦争開戦時の第二駆逐隊は村雨、夕立、春雨、さみだれであった。村雨は常に司令、立花の正尾大佐が座上する、第二駆逐隊司令官。 1> 第1小隊一番艦としてどうする。第4水雷戦隊、機関中、第2駆逐隊、村雨、さみだれ、春雨、夕立、第9駆逐隊、朝雲、峰,峰雲、夏雲、三雲、第24駆逐隊、海風、甲風、山風、両風は、第3艦隊司令長官、高橋伊防中将、機関、足柄を、指揮官とする人を舞フィリピン攻略後は、 第4戦隊司令官兼務、近藤の武第2艦隊司令官、機関あたごの指揮下で、南方作戦に臨んだ。1941年、昭和16年12月より、紀藤美岩攻略作戦、林河縁湾上陸作戦、タラカン上陸作戦、バリックパパン攻略作戦、バリックパパン沖海戦、スラバヤ沖海戦、 第一次ヒル戦、第二次ヒル戦参加した。戦闘後、四水戦は輸送船団を護衛して戦場から離れる。2月28日、メはオランダの病院船オプテンのルを臨検する。第五戦隊の記録では臨検したのは、領間誘達となっている。その後、同船は駆逐艦天止風に護送されて、ボルネオ島、バンジェルマシンに向かい、後に、 日本軍に接収されて、天王丸、第二皮川丸と改名れた。原田明一天神風艦長の改装によると、天神風によるオプテンノールの打歩は、スラバヤ沖海戦の前、2月26日であるが、同海戦前のオプテンノールは、スラバヤ港で待機しており、出港したのは海戦で、アブダ艦隊の艦船多数が沈没してからである。1942年、 昭和17年3月には、人補定作戦、セブ島攻略作戦に加わった。しかし4月1日、クリスマス島攻略作戦に従事していた4、推薦機関中が、アメリカの潜水艦、シーウルフの雷撃で大破、日本軍のクリスマス島占領し、長期修理を余儀なくされ第4水雷戦隊機関は、駆逐艦なつぐもに変更された。この間、艦隊の再編により、 第24駆逐隊、海風、航風、山風、両風は、第1水雷戦隊へ転出。第8駆逐隊、浅潮、荒潮、大潮、満潮5月15日除籍が第4水雷戦隊に、編入。慶順由良の4水線編入も内視されている。5月9日、長良型慶順洋艦由良が4水線に編入され、5月20日より、 四推薦機関を務めることになった。同日譜で、由良、第二駆逐隊、第九駆逐隊は、ミッドウェイ作戦において、攻略部隊主体、指揮官、近藤武第二艦隊司令長官、第八駆逐隊、浅潮、荒潮は、攻略部隊支援隊、指揮官、栗田武雄第七戦隊司令官という区分を、通達される。六月上旬のミッドウェイ海戦で、 第4水雷戦隊は攻略部隊に属して出撃した。6月15日、中は4水戦より助籍。6月20日、西村昭治少将は第7戦隊司令官へ転任。高間勘少将が第4水雷戦隊司令官に着任した。7月14日、戦時編成の改定に伴い、第27駆逐隊、しぐれ、白露、有明、 夕暮れが第四水雷戦隊に編入。第四駆逐隊、嵐、のわけ、萩風、舞風は、第十戦隊に転出した。7月17日、インド洋での通商破壊作戦、B 作戦に従事すべく、第七戦隊司令官、西村昌治少将の指揮下で第七戦隊、熊野、鈴屋、第二駆逐隊、村雨、春雨、寂だれ、夕立、第十五駆逐隊、 親や早お、黒し等は、マレー半島のメルギーに進出した。同部隊は、B 作戦機同部隊指揮官、原武史三郎少将指揮のもと、中央隊、司令官減少将言務、16戦隊、第11駆逐隊、北方隊、第3水雷戦隊、第11駆逐隊、南方隊に分かれ、熊野以下7戦隊、2×15× は、南方隊に所属していた。 B 作戦実施前の8月7日、アメリカ軍はガダルカナル島とフロリダ諸島、ツラギ島に上陸を開始し、ガダルカナル島の戦いが始まった。メルギー大気中の B 作戦参加拡隊は、通称破壊作戦を中止して、トラック白地へ向かう。夕立は先行して、ショートランド白地に進出、駆逐艦輸送作戦に参加しており、第二駆逐隊三隻とは別行動だった。 8月24日以降の第二次ソロモン海戦では、第二駆逐隊、村雨、春雨、サミダレの3隻で、長戸型戦艦2番艦道の区を護衛した。9月8日、村雨は特設水蒸気ボタン国川丸を護衛して、ショートランド白地に進むブーゲンウィル島部ン飛行場建設のための資材や設営隊を擁陸した。9月10日、東隊、 国川丸として、ショートランド白地を出撃。サンタクルーズ諸島北東400海里付近を行動して、飛行紹介を実施、前進部隊、第二艦隊やナグモ機動部隊の側面を警戒した。9月11日、国川丸所属の零式観測機2機が地点で、飛行艇1機を撃墜、村雨は搭乗員8名を捕虜とする。同日午後、村雨は前進部隊と合流。 国川丸の護衛任務を姉妹艦春雨と交代した。また村雨は、従順あた後、前進部隊指揮官、近藤信武第二艦隊司令長官座上に、飛行艇当員八名を引き渡した。九月十七日、第二駆逐隊、第一小隊、村雨、サミダレは、特別奇襲隊となり、前進部隊から分離してヌデニ島に向かった。九月十九日夜に、ヌデニ島に到着。 アメリカ軍艦艇や飛行艇部隊を捜索したが敵影はなく引き上げた。20日、連合艦隊は第4水雷戦隊の大部分と国川丸の外南洋部隊第8艦隊編入を発令する。第4水雷戦隊、ユラ、シグレ、白露は22日にショートランド白地へ進出。第2駆地隊、村雨、サミダレ、春雨は前進部隊と共に トラック白地に帰討した後、輸送船団を護衛して9月下旬までに、ショートランド白地に進出した。10月2日、第9駆逐隊司令、佐藤康雄大佐、司令駆逐艦朝雲指揮下の駆逐艦5隻、朝雲、夏雲、峰雲、村雨、春雨は霊式水上観測機少数の援護を受け、ガトー輸送に成功した。10月5日、 佐藤司令の指揮各地区間6隻、朝雲、夏雲、峰雲、村雨、春雨、夕立は、ショートランド白地を出撃。午後3時過ぎ、急降下爆撃機、SBD ドーントレス9機の空襲により、まず峰雲が資金弾を受け浸水により速力低下、夏雲は峰雲を護衛して被体した。続いて村雨も資金弾による浸水被害を受け、負傷者十数名。 速力21ノットに低下し、揚陸を断念して期待した。佐藤司令は引き続き3隻、朝雲、夕立、春雨を率いて、ガトーへ突入、揚陸を無事に完了した。なお米軍は、駆逐艦1隻、撃沈、1隻大破、おそらく沈没を報告している。10月6日朝、夏雲、峰雲は、ショートランドに帰島した。増援部隊指揮官。 橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官は、損傷した二隻、村雨、峰雲のラバウル開港を支持する。村雨は、トラック白地で、応急修理を済ませ、戦線に復帰したが、峰雲は、長期修理を余儀なくされ、夏雲も10月12日の佐賀島沖海戦で沈没、第九駆逐隊建材艦は、朝雲のみとなった。10月12日夕刻 第四水雷戦隊司令官、高間干渉省は大規模輸送作戦に備えて、秋月型区畜艦一番艦秋月に移乗し、第四水雷戦隊機関とした。村雨はトラック白地からショートランド白地へ直行して13日17時に到着。その後、ラバウルやショートランドを出撃した護衛部隊、輸送船団は合流して、ガダルカナル島へ向かった。 10月14日、増援部隊指揮官、橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官指揮下の、元、慶淳三隻川内、由良、立田特築艦四隻浅雲、白雪、赤月、雷は、それぞれがダルカナル島への揚陸に成功。翌日、四水船、秋月、村雨、寂だれ、夕立、春雨、しぐれ、白露、有明等の護衛による、 輸送船団6隻は、アメリカ軍機の空襲で輸送船3隻、笹子丸、九州丸、東山丸が座礁するもかろうじて輸送任務に成功した。だが、日中のアメリカ軍艦砲射撃や空襲により、揚陸地点に集積されていた物資は大部分を焼け払われてしまった。10月16日、連合艦隊は、水上規模艦、日清、千歳、千代田による輸送をやめ、 軽巡洋艦及び駆逐艦での輸送を加齢した。高間少将は、秋月を水雷戦隊機関として、第1小隊、第9駆逐隊、朝雲、第11駆逐隊、白雪、第6駆逐隊、赤月、雷、第2小隊、第2駆逐隊、村雨、夕立、春雨、さみだれ、第3小隊、第19駆逐隊、浦波、四季波、綾波、 第四小隊、第二十七駆逐隊、しぐれ、白露、有明を指揮する。十七日午前二時以降、ショートランド白地を出撃した、軽巡戦隊、川内、由ら、立つたと、水雷戦隊は、同日午後十時に、ガダルカナル島へ到着。駆逐艦二隻、しぐれ、村雨が警戒を呼び陸上砲撃を行う中、各艦、各部隊は、陸軍兵二千百五十九名、 大砲十八門、軍需物資の揚陸に成功した。ユラに、アメリカの潜水艦、グランパスから発射した、魚雷一本が命中だったが、不発のため損害は軽微だった。10月24から25日、南太平洋海戦及び、陸軍のガダルカナル第二次総攻撃の際、第四水雷戦隊、秋月、機関、ユラ、ムラサメ、ハルサメ、サミダレ、ユダチは、 陸軍支援のためがルカナル島ルンガ白地へ突入スク行動を開始した。先行して白地に突入した突撃隊指揮官山田祐介大佐県大六駆逐隊司令駆逐艦三隻、赤月雷白炉に続行して津波北方を通過中米軍機による攻撃を受ける。10月25日午前10時55分 SBD ドーントレスの急降下爆撃により ユラが、命中弾を受け速力低下、秋月も資金弾を受けた。秋月は、最大発揮速力23ノットに低下、第二攻撃隊は北方への退避を開始する。ドーン・トレス、海4海、ワイルドキャット戦闘機、B-17 爆撃機による、波状攻撃を受けてユラは復旧の見込みがなくなり、第二小隊、春雨、夕立により処分されて午後7時に沈没。 秋月は各艦が救助した由良の乗組員を収容すると、機関を村雨に移乗して撤退を開始した。その後、第四水雷戦隊機関は、雨から浅潮型駆逐艦朝雲に移った。11月上旬、橋本慎太郎三水戦司令官指揮下の外南洋部隊増援部隊は、全力でガトー輸送作戦を実施する。11月1日、 三水戦司令官は従順、絹笠に正規を掲げた。同日夜、構造園隊、朝雲、四水戦機関、軽順、天竜、駆逐艦、村雨、春雨、夕立、しぐれ、白露、有明、夕暮れ、暁雷、雷、第一攻撃隊、巡洋艦、絹笠、川内、駆逐艦、雨霧、初雪、乙蔵造隊は順次。 ショートランド白地を出撃した。白雪が艦艇を直接して、多少の浸水被害を受けたほか、揚陸地点の悪天候により関西艇を多数、喪失、物資の一部を揚陸できなかった。11月4日、造園部隊指揮官、三水戦司令官は、戦力を再編。正気を木の傘から駆逐艦裏波に移し、天竜を加えた、乙造園隊を直卒する。 同日深夜、構造園体、朝雲、帰還、村雨、春雨、夕立、しぐれ、白露、有明、夕暮れ、朝潮、満潮、乙造園体、浦波、三水仙司令官帰還、四季波、綾波、白雪、餅月、天竜は、ショートランド白地を出撃、5日夜揚陸に成功し、各艦ともに、損害はなかった。ショートランド白地帰島後、 三水戦司令官は、川内に移動し、外南洋部隊造援部隊指揮官の職務を、第二水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将に引き継いだ。6日、夕国、川内以下第三水雷戦隊各官は、トラック白地へ向かった。11月7日、高間少将は帰還を、駆逐艦朝雲から軽順天竜へ変更となった。第九駆逐隊司令、 機関朝雲指揮下の仏造園隊、警戒隊、朝雲、餅月、輸送隊、村雨、夕立、しぐれ、白露、夕暮れ、朝潮、万長は同日深夜ショートランド白地を出撃。8日夜半に揚陸成功、被害は餅月に、アメリカ軍魚雷艇が発射した、魚雷一本が命中、不発のみでや。11月9日、前進部隊指揮官第艦隊長官は、 第4水雷戦隊に大衆原隊への復帰と飛行場砲撃を行う第11戦隊の警戒隊として同戦隊の指揮下に入るよう命じた。4水戦機関は天竜から朝雲に戻った。11月12日、第4水雷戦隊、朝雲、村雨、寂だれ、夕立、春雨はガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場に対する戦艦艦砲射撃を 企とする低進攻撃隊、指揮官兼第十一戦隊司令官、安倍光輝少将、混合型戦艦二隻、比叡、霧島を護衛して、アイアンゴトムサウンドに侵入した。だが、スコールの中で、幾度も進路を変更したため、寄せ集め部隊の低進攻撃隊は人形を見出した。混合型戦艦二隻の前方警戒を行う、はずの第四水雷戦隊は三隻、朝雲。 第二駆逐隊、第一章隊、紫、サミダレと、第二駆逐隊、第二章隊、ユ立ダチ、ハの二軍に分離し、四推薦三隻が、機関、比栄の、近距離を航行。第二章隊、ユ立ダチ、ハが、低身攻撃隊前方に突出する格好になった。低身攻撃隊、比栄、霧島、ながら、石風、低身風、暁月、雷、電。 テラ・シズキを待ち構えていたアメリカ軍巡洋艦部隊、指揮官ダニエル J キャラハン少将のご判断、第2小隊、夕立、春雨の突入により、第3次ソロモン海戦第1夜戦が正規。海戦史上稀に見る大混戦となり、両軍とも大きな被害を受けた。サミダレを率いて、帰還朝雲に続行していた村雨は、魚雷7本を発射。 三本命中により敵巡洋艦号鎮と認定された。だが村雨にも広角砲弾一発が命中し、機関部に損傷を受けた。そのため村雨は13日の日への護衛や、サミダレが参加した14日の第三次ソロモン海戦第二夜戦には加わらなかった。本戦闘で乗組員5名が負傷した。また、春雨と分離後も短艦で、 米艦隊に突入した夕立は損傷して、航行不能となり、さみだれに来撃処分、放棄された後米従巡洋艦の砲撃で沈没し、第二区逐隊から初めての沈没艦となった。11月18日、四推薦各艦はトラック白地に帰投した。21日、四推薦機関は長良型軽巡洋艦調領に変更。22日、 洋艦サミダレは、日清隊、日清、高尾、雷と共に、内地へ出発。春雨はすでに、ニューギニア戦線に投入されていたため、トラック白地の第二駆逐隊は紫一隻となった。28日、駆逐艦二席、紫、初雪は、部員基地に派遣されていた、空母費用航空隊の撤収を命じれた。29日、二席、紫、 初雪はトラック白地を出発。12月1日、ラバウルに立ち寄り輸送物件を搭載。2日、ショートランド白地に到着して、費用基地物件を収容。4日、2隻、村雨、初雪はトラックに寄討。費用に物件をいのして任務を終了した。12月8日、第2駆逐隊司令駆逐艦は、春雨から村雨に戻った。 ガダルカナル島で激戦が続く一方、日本軍は、ニューギニア方面の作戦を進展させるため、ニューギニア東北岸のマダンとウェワクを占領して、飛行場を設置し、ダえ、モロベ収集と、サラモアに対する広報基地として強化することにした、無謀作戦。だが、ポートモレスビーの連合軍基地から激しい空襲を、受ける、可能性があり、外南洋部隊指揮官、 三河軍一大八艦隊司令長官は、上枠攻略部隊の上空警戒のため、第二航空戦隊、司令官、角田各自少将、空母、巡洋と護衛部隊、阿賀野型武巡洋艦、阿賀野、駆逐艦三隻、磯風、浜風、村雨を派遣した。12月13日府で、第二航空戦隊、第十戦隊各部隊は、南東方面部隊に編入。 上枠攻略部隊、駆逐艦、県運、遊雲、風雲、輸送船、清澄丸は12月16日12時ラバウルを出撃、マダン攻略部隊、軽巡、天竜、駆逐艦4隻、嵐を、両風、磯波、電、輸送船2隻、愛国丸、五国丸は同日18時にラバウルを出撃した。 浜風、村雨もトラック白地を出撃、同部隊の援護を受けた、ウェワク攻略部隊は、特に大きな戦闘もなく18日夜に、ウェワク揚陸に成功した。一方、マダン攻略部隊は12月18日の空襲で、五国丸が中破、アメリカの潜水艦アルバコアの来撃で、天竜が喪失した。12月20日、第二航空戦隊び、第戦隊各艦は、 前進部隊、指揮官、近藤の部中将への復帰を加齢された。同日、村雨はトラック白地に到着した。12月21日、長良の内地祈動に伴い第4、水雷戦隊機関は村雨に変更される。24日、サミダレがトラック白地に帰着。30日、司令駆逐艦をサミダレに変更。1943年、 昭和18年に1月中旬により、村雨は大鷹型航空母艦3番艦、沖鷹の護衛任務に従事した。8日、駆逐艦2隻、麻雲、しゅぐれに護衛された、沖鷹が、トラック白地に到着した。1月10日、3隻、沖鷹、村雨、第4水雷戦隊機関、浦波はトラック白地を出発。1月12日、ニューアイルランド島。 カビエン北方で、駆逐艦秋風と合同し、基地人員、物件を、遺災。13日、沖高は、搭載航空機を発艦させ、14日、トラック帰着。燃料補給後の3隻は直ちにトラックを、出発、20日に、横須賀に帰島。メは整備、補修及び、対空火器の乾燥。 日式4 0ト、mm、ル機銃を96式2 5ト、mm、ル広角機銃に艦装燥等を実施。28日により、裏が選挙に入居した。1943年、昭和18年1月24日、第二駆逐隊上艦春雨が輸送任務中に、アメリカの潜水艦、和風の来撃で、大破、10ヶ月近くの戦線離脱を余儀なくされた。 2月3日、村雨は、浦賀選挙を出て、横須賀に開港。2月7日、第4水雷戦隊司令官、高間官少将、機関村雨は、駆逐艦3隻、村雨、浦波、浅潮及び空母、沖高を指揮して、横須賀を出港。2月12日、4隻は、トラック到着。到着とともに第4水雷戦隊機関は、ながらに変更された。 2月23日、救援艦3隻、天津風、浦風、大島と共に春雨、栄光中の船体全部切断喪失がトラック白地に到着。工作艦赤市に横付けしての修理が始まった。2月上旬、日本海軍は、化合作戦にて、ガダルカナル島から撤退する。その後、日本海軍は、ニュージョージア島を防衛拠点とすべく、 海軍第8連合特別陸戦隊4000名と、設営隊3600名、陸軍の南東主体、佐々木昇少将、第38師団の不評、第229連隊など6000名を、ニュージョージア島に派遣し、同島南西部のムンダに飛行場を築いた。だが、アメリカ軍の空襲で輸送船3隻のうち1隻が、沈没、1隻が炎上し、 すぐに弾薬と量食の不足という事態に陥ってしまう。そこでトラック白地にいた第二駆逐隊司令官村サメと第九駆逐隊ミネグモに緊急送命令が出され、2月27日府で南東方面部隊に編入、2月28日トラックを出撃してラバウルに向かった。3月1日時点の外南洋部隊、 指揮官、三河軍一外八艦隊司令長官は、従順青葉を機関とし、同体増援部隊。指揮官、木村正富第三水雷戦隊司令官は、軽順川内、第八駆逐隊、朝潮、荒潮、第十一駆逐隊、白雪、初雪、第二十二駆逐隊、第十駆逐隊、第十六駆逐隊、雪風、時津風、第九駆逐隊、朝雲、峰雲、 第19駆逐隊、浦波、式波、第2駆逐隊、紫、サミダレという戦力で編成されていた。3月2日、2隻、紫、ミネグモは、ラバウルに到着した。各艦ドラム館に100本、弾薬糧食を上館班に満載すると、4日、有国ラバウルを出撃した。ビスマルク海海戦、ダンピール海峡の悲劇の生還者を収容した。 駆逐艦部隊、摂風、朝雲、四季波、浦波、初雪島ラバウルに帰着した日でもある。駆逐艦2隻、村雨、峰雲は、ブーゲンウィル島ショートランド白地に立ち寄った後、3月5日午後9時30分から10時30分まで、コロンバンガラ島をワ湾での補給を実施。人は、西側の水道を使わず北上して、ショートランド白地へ向かう航路を取った。 ところが2隻の行動はアメリカ軍に通報されており、プビー、カタリナ飛行艇ブラックキャットが偵察と紹介を実施、アメリカの潜水艦グレーバックとグランパスがクラワン出口に配備された。当時の天候は薄曇り、月齢28、視界15キロメートルほど、風もない、静かな夜であったという。同時刻、アーロン・エス・メギル少将を指揮する第68任務部隊の クリーブランド休憩巡洋艦3隻、モントピリア、クリーブランド、デンバー、駆逐艦3隻が、クラワンに侵入していた。第68任務部隊は、ニュージョージア等ムンダ飛行場に対する艦砲射撃を実施すべく出撃したのだが、日本軍巡洋艦もしくは駆逐艦2隻が、ショートランドを出撃したと報告を情報部から受け、さらに夜間哨戒機の偵察報告も受信し、 日本艦隊を迎撃すべく準備を整えていたのである。速力20ノットで航行する、米艦隊は22時57分、日本時間と約1時間ずれているレーダーで目標を、探知、23時1分に射撃を開始した。レーダーのない2隻、ネグモは、米艦隊の存在に全く気づいておらず、砲撃を受けた当初は、夜間空襲と判断していた。 種ヶ島洋軸地区艦長は、当初、対空戦闘を加齢。続いて、敵艦隊と悟り、右方線、右80度、反抗する敵艦に射撃開始を命令したものの、まず峰雲が、被弾炎上し、続いて村雨も、主砲や機関部を破壊され、航行不能に陥った。まもなく村雨は、艦尾から沈没した。コロンバンガラ島の日本軍守備隊は、 北東方面での海戦で一隻が大爆発するのを目撃している。アメリカ軍によれば、ミネグモを爆沈させたのは、駆逐艦ウォーラーの魚雷、ムラサメを沈めたのは、巡洋艦三隻の砲撃であった。ムラサメの二百245名中、生存者は129名、戦死者は116名であった。ミネグモの二百五十五名中、生存者は十五名。 戦死者は110名であった。沈没時多数の乗組員が生存していたのだが、大発動艇による救助が遅れたことで歴死者が増えて、しまったという。同日のコロンバンガラ島守備隊は、メリル隊の艦砲射撃を受けて、甚大な被害を出してり、救助に向かうまでに時間を要したのが一因であった。3月8日、駆逐艦部隊、朝雲、摂風、長月、浦波、 四季並がネズミ輸送のためコロンバンガラ島に到着。13日にも輸送部隊、アサグモ、長月が同島に到着する。第二駆逐隊司令や種ヶ島艦長以下生存者は、これらの駆逐艦に分譲し、ラバウルへ向かった。立花の司令は、駆逐艦サミダレに異常し、村雨、ミネグモの生存者は、横須賀へ送還された。 この時、第2駆逐隊司令は村雨、峰雲の沈没原因について、敵巡洋艦3隻の砲撃と B-17 十数機、直接していたのは、カタリナ飛行艇夜間哨戒仕様の空襲と報告し、レーダーに厳重警戒を行うように警告した。峰雲、村雨の沈没、白露、春雨の大破長期修理により、現在の第4水雷戦隊は6隻、 ながら、朝雲、サミダレ、シグレ、有明、夕暮れにまで消耗した。4月1日、ビスマルク海海戦で沈没した、時津風たちと共に、村雨の除籍が決定した。第二駆逐隊、白津夕型、帝国駆逐艦積のそれぞれから削除された。なお、村雨の喪失により、第二駆逐隊の残存艦は、サミダレと春雨、大破長期修理中となっており、 7月1日で、解体。後に、2席は白らず夕方2席編成となっていた第27駆逐隊、しぐれ、白露に編入された。神奈川県横須賀市の鴨井に駆逐艦、村雨の石踏みが立っている。同地にある鴨井八幡神社の飛び地境内として登記。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。